お津町は、1921年1月1日から1955年2月11日まで存在した千葉県伊す郡の町。現在の千葉県勝浦市南西部。朝鮮志向の前は、清海村といった、縄文時代から、弥生時代にかけての遺跡がいくつか発見されているが、活動は低調だったようである。森屋湾岸に、と呼ばれる、海食洞があり、 1920年代に東京帝国大学の山崎直方、江上奈浦による発掘調査が行われている。古墳はこれまで全く発見されていないが、この近辺は機内政権との結びつきが強いことが文献上確認されており、古墳の代わりに海色洞穴や横穴が用いられたものと考えられている。実料機には暗望国長教軍の東端に位置しており、 和明書にもおけつ途として記されている。史料及び当地や奈良の遺跡物から、怪人らによる漁労が行われ、朝廷へ大量のアワビを収めていたことが狙い得る。鎌倉時代になると、土豪の佐久間氏の勢力下に入るお吉城が築かれた。明覚寺は、お吉城主、佐久間重貞が日蓮に帰依して開いたという。戦国時代には、マリアツタケだ氏、 ついで安保正吉の根拠地の一つとなっていた。その後、里見義寄が、お吉城を攻め落とし、里見氏の支配下に入る。後北条氏滅亡後、上ず一円は、徳川家康の領国となり、お吉は、大滝城に配された、本田忠勝の支配地となった。江戸時代初期のお吉は、大滝藩の領地となり、本田氏の後安倍氏に引き継がれた。元禄期以降は、森屋、 おきつ、浜名川、大沢の四村は、天領内市清水領となり奥きつ組という組合村に、組織されたが、う原村は、岩月藩支配となり勝浦町とのつながりが強かった。東回り航路の寄港地となり、仙台藩、南部藩、米沢藩、津軽藩などの交易船が寄港して栄えた。中でも仙台藩は、お津陣屋を設けて、諸事務に当たらせていた。宮谷県、 木更津県を経て千葉県へ編入される。1905年11月24日、沖津の集落半数以上を消失する大火事が起きる。漁業を中心に副業として農業を営む産業構造であったが、森屋の森徳明は、用土製造から森コンツェルンを立ち上げた。変遷表層数、単位、人、ありがとうございます。